皆さんこんにちは。 Do it yourself 自分で作ろうへようこそ。このビデオではまたファイルファックスに絵を描いて皆さんにご紹介したいと思います。今回は今までと違ってマス目の紙を使います。また物差しとパステルペンも用意します。こちらは水性で水などをつけると少し滲むようになります。今回はこちらのペンを使って綺麗な柄を描きたいと思います。今回は描きやすいためにファイルファックスから紙を取り外しました。まずはマス目5個に合わせて線を引いていきます。好きな色を使います。まずは黒です。上から5マス測って横に線を引きます。今回はマス目があるのを使っているので、簡単にこのようにマスの数を数えて線を引くことができます。横に線を引き終わりました。それでは右から数えて5マスのところに目印をつけてください。2本目は右から10個目のマス目のところに目印をつけます。そしたら今引いた2つの目印に合わせて物差しを置いて斜めに線を引きます。一番上から5個マス目を数えます。そして一番上の線を引いたところからさらに5個左に数えます。ですので1本目のところから左に向かって10個目のところに線を引きます。2本目の線は右から5個目のマス目に目印をつけます。そして先ほどと同じように平行に斜めに線を1本ずつ引きます。このようにしてひし形がすべての紙の上にできるように線を引いていきます。完成するとこのようになります。それでは好きな色をまた選んでください。全部で3色です。今回はこちらの青、グレー、そして紫です。それではグレーで一つ目のひし形模様を塗っていきます。塗る場所は規則的に色を変えていってもいいですし、適当に色を塗っていってもいいです。皆さんのお好きなようにしてください。今回は適当な場所に色を塗っていくことにしました。皆さんはお好きなように色を塗ってみてください。残りは紫と青で塗っていきます。またいくつかのひし形は塗らないで置いておくことにします。紫も塗り終わりました。それではこちらの色を塗っていきます。これで完成です。今回は自分の好きな色3色を使ってこちらの柄を完成させました。それではこちらのシールも今作った模様の上に貼りたいと思います。こちらのシールは水色と紫です。こちらの上にはメッセージや大事なことなどを書くようにします。このように簡単に綺麗なページを作ることができます。こちらのひし形の大きさも自分の好みによって変えることができます。いろいろ試してみてください。今回はファイルファックスを使いましたが、大学ノートなど普通の紙の上にも書くことができます。ぜひ試してみてください。ぜひ
こちらの模様を描いて試したことがある方はご感想など下のコメント欄へ書いてみてください。また今回は適当なところに色を塗っていきましたが、規則的に塗った方がいらっしゃったらどっちの方が綺麗かなど下のコメント欄に書いてください。また皆さんが使った色などもぜひ下のコメント欄に書いてください。アイデア次第で色を変えて新しい絵をひし形を使って描くこともできます。ぜひ試してみてください。今回の絵を気に入っていただけたらぜひいいねを押してください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。皆さんのご意見ご感想などもお待ちしています。それではまた次回。